働いて笑おう。パーソル競合も動いてますよ。うちの会社じゃな、今のままで成長できるのか。もっとユーザー目線で。前例がないしさ。外を見てでも気づく自分の可能性もあるから、きっと今だ。転職ならデューダ。働いて笑おう。パーソル、お願い。はい。経験やスキルを伸ばすために何をすべきか。転職サイト、会社とか自分のレベルも分かるしね。なるほど。今を知ることで広がる選択肢もあるから、きっと今だ。転職ならデューダ。働いて笑おう。パーソル、入力お願い。あ、はい。経験やスキルを伸ばすために何をすべきか。ごめん、これもお願い。え、転職サイト。ああ、今の仕事とか自分のレベルも客観的に知っときたいしね。担当の人にも相談できんで。何相談してんの。言わねえ。はあ、なるほど。今を知ることで広がる選択肢もあるから。なるほどって。ええ、きっと今だ。転職ならデューダ。今だ。その後ちょっとお船り分待ってもらうじゃないですか。よー、はい。転職サイト。ああ、今の仕事とか自分のレベルも客観的に知っときたいしね。はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。うっちゃ震えてる。本日の撮影以上で終了です。お疲れ様でした。取り続き皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。朝からすいません。ありがとうございます。お疲れ様でした。スタッフの皆様とかも、なんか昔一緒に映画でご一緒した方とか、なんかそういう方が多くて、CM の現場というよりちょっとドラマとか映画の現場に近いような空気の中で撮影しているので、楽しさとって感じですね。はい。そうですね。僕自身は本当にやりたいことがたくさんあって、まあ、自分の性格上、一つの道というよりかは、自分がやりたいと思ったことにはとにかくこう自分から手を差し伸べていくっていう人生だったりするので、まあ役者しかり音楽しかり、今でも誰かの写真を撮らせてもらうこともあったり、まあそこからこうさらに飛躍していくと、なんかやっぱり芸術だったり美術だったり、ね、そういうものも好きで、そもそもそういう大学に行きたかったっていう過去もあったりするので、そういうことにも触れられたらなとか思ってますね。はい。まあこれもまたいっぱいあるんですけど、僕今まで結構今やりたいっていうことしか結構やってこなかったというか、今しかないって思えるってすごく特別なことだなと思うし、そうやって悩んでる時期とかも経て、あ、もう今やらなきゃ、今だって思えた瞬間に行動を起こすみたいなことをたくさんやってきたんですよ。だからこそそれが成功とか失敗っていうこの簡単な2つの枠に当てはまらない人生においての良さはすごくあると思っているので、たとえ後悔してもその後悔って別に悪いことじゃないのかもしれないしとか、なんかそういうことを考えながらやってきたので、すっごい些細なことでもいいんですけど、あ、今日はあれ作りたいなとか料理とかでも、あ、今日服買いに行こうかなとか、その仕事とかそういうのも離れて、そういうプライベートなことから何から何まで自分の趣味とかそういうのも全部含めて、結構今やりたいことしかやってないって感じですね。はい。今転職するなら、まあなんかせっかくならこう日本のみならずこう世界中を転々とできるような仕事をはいいなぁとか思ったりしますけどね。いろんな国の文化だったりとか、まあ日本の中でもいろんな行ってみたいところありますし、なんか例えばそういうジャーナリストだったりとかカメラマンだったりとか、なんかこういう役者とか
その画面の中の世界から飛び出して自分が自らリアルに触れるみたいな仕事には転職してみたいなと思ったこともあります、はい、さっきの話もつながるかもしれないですけど、あのためらった時点で僕は立ち止まるようにはしてますね。何かの悩みの種だったり、こう何か自分を思いとどまらせる要因があるんだったら、一回立ち止まってみて、で周りを見渡してみるような、その物理的にというかはその自分の思考の中で一回こう冷静に見渡してみると、あ今じゃないんだなとか、あ今だなっていうタイミングが訪れたりするので、自分はその立ち止まるっていうこともすごく大事なことだと思ってて、去年なんか特にこう1年の自分の思いとしては、今年は自分は前進でも後退でもない立ち止まる年だとか、なんかそういう決め方で1年間過ごしてたりするんですけど、なんか立ち止まることも実は大事だったり、そういうあの転職するとか、そういう大きな一歩じゃないですか、人生にとって。なんかそういうことを今だって思えるタイミングが必ず来ると僕は思いますし、なんかそういうことは考えてるかなって思います。なんか自分も少しずつ年齢が上がってきて、その、まあ、役者の役者の後輩だったりとか、まあ、世の中に出てきてる中で、少しずつそのシーン全体のことを考えては来てるので、そこも含めてなんか改めて自分がここまで積み上げてきたものを、まあ、さらに積み上げて、なんかみんなを牽引できるように頑張りたいなと思いながら、まあ、あとはもうイケてる親父になりたいっていうのはありますね。ヒゲが似合う親父になりたくて。僕も本当に趣味が多いので、車もめっちゃいじってたりとか、スポーツでいうとゴルフだったり、また最近はランニングもしてたりとか、まあ、汗をかくみたいなのもやってますし、料理も好きですし、まあ、あとはゲームなんかももう今もう PC ですからね。もうゲーミング PC でそうやってこう、なんか意外と形から自分入るんで、形から入るとなんか本当にそこに芯食ってくるっていうか、自分の趣味がもっと奥深くより知りたくなってくるみたいな。ゴルフとかも何も打ったことないのに、まず全部揃えて友達と先輩と買いに行って、このアイアンがかっこいいからこれにしようみたいななんかそういうこう自分へのきっかけをなんか物から作るみたいなのはすごく日常では意識してます。秋はですね、まあね、無難に本当ご飯も美味しいですし、まあ、本読むのも好きですし、今年の秋は改めてこう映画を見る秋にしようかなとはなんか思ってたんですよね。こう映画の秋かなと思ってます。こういう仕事してると意外と普段から映像に触れすぎて、僕はあんまり映画から離れてる、見ることを離れてる時期もあったりしてたので、なんか改めてこう自分の好きな大小問わない映画館に改めて足を運んだりとか、過去作の見たいもの、それが例えば VHS しかないんだったらそういうデッキも買ってとかやってとか、なんかそういう改めて見たいものがたまりにたまってるんで、そういうのを消化する秋にしようかな。